皆さんこんにちは、報徳学院学習グラブのトシです。今日は日記の動画です。報徳学院では時々みんなでクイズをやって頭使っています。どんなクイズかというのをちょっとここで紹介していきたいと思います。冷蔵庫のプリンが誰かに食べられてしまいました。部屋には ABC3 人の女の子がいて、その中の1人が犯人だということは分かっていました。 A は犯人は B です、こんな風に言いました。で、 B と C もそれぞれ何か言いましたが、後で犯人だけが本当のことを言っている、こういうことが分かったんですね。さて皆さん、犯人は ABC、 このうちの誰かを当ててください。皆さんここで動画をちょっと止めて考えて、分かったらまた動画の再生ボタンを押してください。では解説に入りますね。ポイントは犯人だけが本当のことを言った、これが分かったということです。この中で A は犯人は B ですって言ってます。じゃあこれが本当かどうかを確かめましょう。もし A が犯人だったら、私が犯人です、こういうはずですよね。ですから A は犯人は B ですって言っているんです。これは A は犯人じゃない、犯人じゃない人は嘘をついているので、こういうことがわかります。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。皆さんもいろいろなクイズをやってみて脳を鍛えてみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。